今回は最近売れてる新世代ハードウェアウォレットタンジェムを見ていきたいと思います。このハードウェアウォレットの売りはですね、シードフレーズを発行しない、カードをスキャンして利用するタイプのウォレットで、その特殊な仕様から2017年に創業以来ハッキング事例がゼロとなってます。そして製品も25年保証で、セッティングも3分で簡単にできると。そして誰もが知ってる各大手もパートナーとなっていて、今後が期待されてます。でそして最後に一番大事な価格面、これがかなり安いです。通常のハードウェアウォレット数百ドルが当たり前なんで、まあ、日本円にして数万円するんですけど、まあ、このタンジェムは商品の種類によりますけど数十ドルからあるんで、まあ、この円安の時代でも1万円切ってます。価格としても非常に安いですね。ハードウェアウォレットまだ持ってないという方も買いやすいですし、もうすでに持ってるという方もこの後の説明を聞いて、まあ、これは従来のものと違うなと思ったら、メインウォレットとしてまたはセカンドウォレットとして追加で買うのもありなのかなと思いました。もうタンジェムの使い方の動画は結構出てるみたいなんで、この動画ではタンジェムのこれらの特徴を踏まえてですね、まあ、私がすごいと思ったところ、使えるなと思ったところを重点的に話していこうかなと思います。まずこのタンジェムウォレットが普通のハードウェアウォレットと何が違うのか、なぜ安全なのか、そしてなぜハッキング事例が出ない、出にくいのかというところから話をするとですね、通常のセルフカストであるウォレット、ハードウェアウォレットってアドレスを生成した時点で秘密キーの出力をしなくてもですね、必ず復元するためのシードフレーズが発行されて保管を促されますよね。でこれしっかりしてる人なら1文字1文字誤字なく紙に記載して保管して、まあ、取り出すときそれを見直して入力して復元するということができると思うんですけど、まあ、少しでもめんどくさいと思っちゃう人は USB メモリかどっかに入れて保管してる人少なくないと思うんですよ。でもそれって何かの拍子で、例えばパソコンがマルウェアに侵されてるのを知らずに USB 挿しちゃって、シードフレーズや秘密キーの情報がパソコンに残ってるのをハッカーに取られて、アドレスの中身を抜かれてしまう要因になってしまうんですね。まあ、おそらくこういうのが巷で安全と言われてるはずのハードウェアウォレットのハッキング事例になってると思うんですけど、あとね、そのシードフレーズを紙で保管するってのも一見安全に思えるんですけど、まあ、そもそも保管するときにワードを間違ってたら復元できないし、まあ、それ以外にも家が火事になってしまって保管してた紙が燃えて消滅してしまったら復元できないですよね。まあ、だからシードフレーズを USB とか保管しやすい機器で保管してもリスクあるし、紙で保管してもリスクあるし、ハードウェアウォレットが安全だと言ってもですね、結局シードフレーズ管理ありきなところが多いんで、まあ、私個人的にはこの秘密キーとかね、そのシードフレーズとかワードを保管する必要があること自体が仮想通貨ウォレットの脆弱性なんじゃないかとずっと思って、それ自体どうにかならないものかなと思ってたんですけど、まあ、単純はね、これらの問題を解決する仕様になってるんですよ。スマホにカードをかざすだけでウォレットアドレスが生成できて、でその後もカードだけで操作できる。で秘密キー、シードフレーズの管理もいらない。そしてこのカード自体も万が一燃えても使えるみたいなんで、その金庫とかに入れて周りが熱くなっても使えなくなるなんてことないし、の紙みたいに燃えてね、なくなってしまうなんてこともないと。まあ、だから私が長年どうにかならないかなと思ってたシードフレーズ保管問題、秘密キー保管問題をこれが解決してしまってるんですよね。ここがね、個人的にめちゃくちゃ刺さったんですね。まあ、これはすごいなと思いました。でここまでの話聞いて、まあ、すでに疑問に思った方もいるかもしれないですけど、カードをかざすだけで取引できるウォレットってカードなくしたらどうなるんだと。でそれ拾われてアプリダウンロードされたら中身抜かれるんじゃないかと思った方もいるかもしれないですけど、それはできないんですね。このカードでウォレットを生成した時にアクセスコードを設定するんですけど、まあ、そのアクセスコードがわからない限りは復元できないんですね。でそしてなくした側はカード1枚紛失しても予備があと2枚あるんで、まあ、簡単にアクセスできます。あとそれに加えて25年の保証もついてると。で逆に自分の持ってる端末を紛失してしまった場合、また機種変更した場合は新たにアプリをダウンロードしてカードとアクセスコードでウォレットを復元できるんで、そっちの心配もないんですよね。あとこのカードタイプってのも持ち歩くときは通常の個体のハードウェアウォレットと違って財布に入れられるんでなくしにくいと。財布に入ってるキャッシュカードとかクレジットカードってなかなかなくさないよねというところから、形状もカードタイプにしてると、まあ、ここでもなくさないような工夫がされてるようですね。まあ、だからシードフレーズ管理がなくて物理的なカードスキャンの必要もあるんで、全世界からハッキングを狙われる心配もないし、万が一落としてしまってもアクセスされる心配もないと。で家が火事になってもカード自体が丈夫なんで復元できないという心配もないと。通常のハードウェアウォレットと比べるとオンライン上でもオフライン上でも心配するところがない、気持ち的にすごい楽なんですよね。まあ、だから現状これが最強なんじゃないかなと思っちゃいました。あとセッティングのやり方なんですけど、説明書はこれだけです。
アプリをダウンロードしてカードをスキャンするだけで、実際にセッティングした動画がこれなんですけど、説明読むのにちょっと時間かかってますけど、まあ、実際の操作時間は多分3分もかかってないと思います。あと製品の今後としてはロードマップも出てまして、常に更新されている状態です。あとテクノロジーパートナーズ、プロダクトパートナーズ、それぞれ業界外でも有名な大手企業が並んでます。あと最後に価格面ですけど、バックアップ用予備2枚付きのカード3枚セットが$62、カード2枚セットが$49、また指輪タイプのものもあるんですけど、これは指輪をスキャンしてウォレットを解除するものになってます。まあ、こういうタイプですね。これは指輪とカード2枚セットで$144となってますね。まあ、今クリプト界隈リング式の製品が流行ってますよね。まあ、最低価格は$49と、まあ、円安でも1万円切ってるんで、まあ、これも現代の物理的なウォレット製品ではなかなかないと思います。売れてる理由もわかりますね。で、現在検討している方は概要欄のリンクから飛んでいただくと、通常価格よりも割安で買えるようなんで、そちらから飛んでみてください。また何かありましたら動画撮ろうと思います。